どうも、ゆうたけです。昨日の続きですね。パート3ぐらいは昨日っつったら10日の深夜12時ぐらいにやってて、精神的にダウンしてやめたんですね。続きです。はい、今日はもう昼ぐらいなので大丈夫だと思います。で、問題はだ、積んでるんですね。ただいま積んでます。さて、それはどうすればいいものなのかね。適当に調べて出てほしいけど、一向に出そうにない。何事、お、鉄板がネジで止めてありますね。あ、違う、マイナスドライバーで、なんだこれ、暗証番号わかんねえと思ったら、ここでしょうね。この暗証番号を解く、これが数字なんだ。どうやって解くよ。横から見ても逆さから見てもわからない。これがヒントになるのかな。考えろ、わからない。どうすればいいんだ。あれね、あ、5376来ましたね。これもなんかあんのかな、わかんないけど、とりあえず5376で行かせてもらいます。来たー、別館来たよ。やだ、うわ、ちょっと、なんで止まってる、ちょっと待って、そっか、起動して一番最初の鬼は止まるんだったな。キモいよ。危ない。いつから三河鬼になったし。そのカツラ取ろうぜ。やばい。早い。でも、もしかしたらちょっと制作途中だから、なんか、終わっちゃうけ？わかんないけど。これ開かないに吹いた。開いた。さて、どうなる？別館の鍵を使った。やっぱそうでしたか。続きは完成版で。続きを楽しみにしてます。あら。もうここ。終わりましたね。はい。あっという間。さすがちょっと制作途中なのかな。一応 40% ぐらいらしいですね。だからこれでやっと半分ぐらいかな。まあそんなんでした。はい。どうしよう。そういえばなんか、あれ、本家様の、記事に、この名前を変えると、ちょっと違うと、聞いたような気がしたので、ちょっと、自分の名前にしてみます。アウチ。変わるのかな。まあここら辺は高速に倍速ですね。言うたけ、全部俺か、なんか変な感じ。
どこが変わるのかな。あとなんか忘れましたけど、タイマーにすると変わるっぽいですね。ヒロシがタイマーにするとストーリーが少し違うとか、なんとか。おっと早い。なんか音楽バグってない。写真タスですね。あ、タスじゃねえ、ミスった。こっちだった。早い。941。あ、しまった。お、来た来た、神回避。あれ9411か。1242 1 2。タイムロス。ゆうたけくん、ついでにこれは、あ、普通変わらないんですね。ミスか、違う、どこだっけ。こっちかな。で、もう一回音量出せばいいのかな。早すぎたかも。早すぎた気がする。やばい。早い。早かった。どうする。乗れない。危ない。よかった。ライター。まだか。てか、ヒロシって白髪？真剣にやってすぐここまで来ましたね。なんか違うところあるのかな。一応そろそろセーブします。あ、セーブできなかった。イベントのためだけだったな。あ、もしかして固定？なんだっけ？なんだっけ？忘れた。来ないよね。あ、ゲットしないと見えないわ。あ、覚えてたら超最速。うわ、やばいやばい、やだこの瞬間。危ないんだよなこれ。あっ、ひやせやばい。5376変わってないかな。
逃げてる最中は開かなかったっけ。あれ、ストーリー変わった？変わんなくね？変わってないね。うん、あら、わかんなかった。まあいいや。まあいいか。はい、ということで、まあご視聴ありがとうございました。